格のスーパーヒーローチームおよびコミックのタイトル。オリジナルのチーム名がザ・ジャスティス・リーグ・オブ・アメリカであるため JL と略される。中核となるメンバーはスーパーマン、バットマン、ワンダー・ウーマンで DC コミックスの名門チームとして設定されている。アニメ化、実写化、格闘ゲーム化されているほかスーパーマンやバットマンを 主人公とした作品にも登場している。以後、必要に王子リーグあるいは JL と省略する。初出紙は1960年3月のブレイブボールド28から30。人気を博したため、10月からジャスティスリーグ・オブ・アメリカが創刊され、連載が開始された。この少し前から DC コミックスではザ・フラッシュやグリーン・ランタン等、 1940年代のゴールデンエイジと呼ばれる時期のヒーローをリニューアルし2代目として登場させている。次に DC コミックスはオールスターチームジャスティス・ソサエティ呼ぶアメリカを復活させようとしていた。この流れでジャスティスリーグは結成された。ジャスティスリーグは人気ヒーローの共演が特徴であり JSA 同様オールスターチームでもある。名前は 結成当時に人気のあったメジャーリーグからジャスティスリーグと付けられた。この後 JSA も復活している。DC コミックス以外ではダークホースコミックスの JLVS プレデーターという映画、プレデターの地球外生命体プレデターと戦うクロスオーバー作品がある。創立メンバーは以下の7人。彼らのうちブレイブボールドで登場するのは ワンダーウーマンまでの5名である。スーパーマンの登場は、ジャスティスリーグ・オブ・アメリカからであり、バットマンの登場はさらに、後だった。最初の5人が結集したのは、スターロー及びアペラックス人と戦うためである。この戦いでジョンは引退生活を終わらせ、ヒーロー活動を再開させた。この後、プラズマ型の異星人が地球を襲撃した。 トライアンフという名のヒーローの呼びかけで、先の5人とスーパーマンを召集し、異星人を撃退したものの、トライアンフ自身は消滅している。スーパーマンとバットマンは、名目上のメンバーだったが、すぐに正式に加盟した。当初は、基地は、ロードアイランド州にあり、秘密の聖域と名付けられていた。資金は、オリバークイーンが提供し、装置類は、テッドコードが設計した。 スナッパーカーという青年が協力しており、彼はリーグの公式マスコットとなった。後に月面に基地が設営され、ウォッチタワーと命名された。月面基地を失った後には、同じくウォッチタワーと命名された宇宙ステーションが基地となっている。同時に、ワシントン DC にもリーグのシンボルとなるホール・オブ・ジャスティスが設営され、両施設は、 バットケーブなど様々な施設とテレポート装置で接続されている。2008年の主なメンバーデトロイトチームその他のメンバー、DC ユニバースの世界を一新するための一大イベント、フラッシュポイントを経て2012年から2016年まで刊行されていたシリーズ。世界そのものがほぼ完全にリランチされたため、シリーズ開始時はメンバーたちは、 初対面ということになっており、ヒーローたちが初めて出会う様子と反発しながらも次第にチームとなっていく。また、それまでの世界での創立メンバーであったマーシャンマンハンターに代わり、サイボーグが創立メンバーとなっている。チーム名はジャスティスリーグであり、政府管轄のジャスティスリーグオブアメリカとは区別される。2015年のクロスオーバーイベント。 コンバージェンスを経て設定がフラッシュポイント以前と交差し2016年に始まった新シリーズ DC ユニバースオンラインシネマティックトレーラーから YouTubeDC ユニバースオンラインフラクチャードフューチャーから YouTube インジャスティスゴッズアマングアスザラインから YouTube インジャスティスゴッズアマングアスローンチトレーラーから YouTube インジャスティスにザラインズ・アーリ・ドローンから YouTube インジャスティスにローンチ・トレーラーから YouTube1997 年に放映された実写テレフィーチャージャスティス・リーグ・オブ・アメリカリーダーはジョン・ジョーンズでありスーパーマンやバットマン、ワンダー・ウーマンは登場しないストーリーは通りがアイスへと成長する過程が中心となっている スーパーマンとなる前のクラーク・ケントを主人公としたテレビドラマヤング・スーパーマンにも登場2007年のシーズン6代11は正義の同盟で結成されたがチーム名は命名されていないしかし正義の文字を入れるとリーダーのグリーン・アローから宣言されているコードネームは今回からの使用クラークのコードネームは オリバーが急増したものである。彼らのほか、レギュラーはオリバーのみ。その後、ブラックキャナリーなど、ゲストヒーローの増加に伴い、チームメンバーも増えていった。バットマン、ワンダーウーマンの2名は参加していない。後に、JSA も登場した。ハンナ・バーベラ・プロダクションがアニメ化し、1973年から1986年まで放映されたシリーズ。 レギュラーメンバーは、スーパーマン、ワンダーウーマン、バットマン、ロビン、アクアマンの5人。レギュラーメンバーは、スーパーマン、バットマン、ワンダーウーマン、フラッシュ、グリーンランタン、ジョン・ジョーンズ、ホークガールの7人。アニメ、ジャスティス・リーグの直接の続編。グリーン・ヤロー、ブラック・キャナリーなどに加えて、ウォッチメンのモチーフとなった、キャプテン・アトム、クエスチョン。 ピースメーカー、サンダーボルトも登場する。テレビアニメ、バットマン、ブレイブボールドにも登場するが、かなり影が薄い。第34話、サイドキックたちの成長のオープニング前のパートで、過去の姿が登場。幼いロビン、アクアラッド、スピーディラの背後で、リーグの面々が会議をしている様が描かれた。また、第48愛国者プラスチックマン においては、プラスチックマンが、リーグに居場所がないとぼやいている。最終的には、バットマンを中心に再編された。彼の選んだメンバーは、アクアマン、グリーンランタン、ブルービートル、ブースターゴールド、アイス、ファイアー。サポート役として、マーシャンマンハンターも登場。なお、本作では、スーパーマン、ワンダーウーマンは、数回のゲスト出演のみ。 テレビアニメ、ヤング・ジャスティスでは、第1話、インディペンデンス・デーから登場。括弧内のナンバーは、転送装置の認証に使用される。B ナンバーは、ヤング・ジャスティスのメンバーに振られている。他に A ナンバーも存在。以上は、女性アナウンサーのセリフによると、ナンバー順に整列している模様だが、マーベルとトルネードのナンバーは逆である。ザターラに打ち消し線を引いているのは、 第19話、仕組まれた、カオスで離脱したため。彼らに、以下の5人が加わっている、童話において、メンバーカードの受け取り順に記載。以上は、リーグの会議で参加が認められた。プラスチックマン、アイコン、レッドアローに関しては、第14話、現れた真の敵において、リーグと共闘している。また、この時は、ガイガードナーも登場した。 2016年から公式サイトとカートゥーンネットワークで放映中のアニメスーパーマン、バットマン、ワンダーウーマンがジャスティスリーグの仲間たちと共に地球の脅威と戦う2017年10月21日に公開されたフロッグマン監督によるアニメ映画2008年の長編アニメジャスティスリーグニューフロンティア2010年の長編アニメ ジャスティスリーグクライシス、オンツーアース2012年の長編アニメジャスティスリーグドゥーム2013年の長編アニメジャスティスリーグフラッシュポイントパラドックス2014年の長編アニメジャスティスリーグウォー2015年の長編アニメジャスティスリーグゴッドモンスター2015年の長編アニメジャスティスリーグ アトランティスの進撃。2016年の長編アニメ、ジャスティスリーグ vs ティーン・タイタンズ。2017年の長編アニメ、ジャスティスリーグダーク。2019年の長編アニメ、ジャスティスリーグ vs フェイタルファイブ、ありがとうございます。